どうも D コレクションのニッチです、今日はきれいめとカジュアルを素材で分類していきたいと思います。簡単にこれまでのおさらいをしますとですね、僕たち D コレクションではおしゃれ初心者の方々におすすめするファッションとして、きれいめカジュアル、きれいめとカジュアルを5対5のバランスの取れたファッションをおすすめしています。きれいめというのはかしこまったシーンで着用するようなお洋服、タイトなサイズ感シルエットのお洋服。カジュアルというのは気軽にくつろげて動きやすい服、ゆったりとルーズなサイズ感シルエットの服、このような説明をさせていただきました。今日はですね、素材の部分できれいめとカジュアルを分類していこうというお話なんですけれども、一番わかりやすいところで言いますと、このようにレザー調のトートバッグ、キャンパス地のトートバッグ、同じトートバッグでもレザー調のトートバッグの方がきれいめな印象を与えることができます。あとはですね、スーツ地ですね、その名の通りスーツで使われるような生地なんですけれども、例えば同じテーラードジャケットでもスーツ地のテーラードジャケットとポンチ素材のテーラードジャケット、こちらを比較しますとスーツ地で作られたテーラードジャケットの方がよりきれいめ感は強くなります。あともう一つ言えるのはデニム生地ですね、例えばデニム生地で作られたテーラードジャケット、こちらもきれいめなテーラードジャケットでも生地の部分でカジュアルな印象を与えることができます。このようにですね、きれいめなアイテムでなおかつきれいめな素材が使われているアイテムになりますと、よりきれいめな印象を作ることができます。逆にきれいめなアイテムなんですけれども、程よくラフ感を出したいですとか、硬すぎない印象に見せたいという場合はポンチ素材ですとかデニム生地を使ったアイテムでカジュアル感を出すということができます。あとは前回お話ししましたシルエットの部分でカジュアル感を出すということも可能です。あとはですね、素材の部分とはちょっと違うんですけれども、ニットですね、ニットの編み方、こちらにもちょっと注目してみたいと思います。このようにですね、編み目の細かい、ハイゲージニットと言われるニットなんですけれども、こういったニットもあれば、このように編み目の粗いニット、こちらはあぜ編みと言われるニットですね。そしてこちら、アラン編みと言われる、模様が立体的に見えるデザインのニットなんですけれども、こちらを比較しますと編み目の細かいハイゲージニットの方が、きれいめな印象を与えることができます。順番で言いますと、ハイゲージニット、あぜ編み、アラン編みというような感じで、編み目が粗く模様のある方がよりカジュアルな印象になるということですね。はい、本日は、アイテムとサイズ感に続いて、素材の部分できれいめとカジュアルを分類してみました。ちょっとした素材の違いできれいめアイテムの硬すぎる印象を抑えることができたりですね、カジュアルなアイテムであっても、過度なカジュアル感を抑えることができます。お洋服を選ぶときにですね、素材の部分にも注目してみるとよりですね、おしゃれが楽しくなるんじゃないかなと思いますので、おしゃれ初心者の方はぜひ参考にしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。